ダゴベルト1世は、メロビング朝の4代目の国王。クロタール2世の長男。父のクロタール2世は613年に、アウストラシアとブルグント王国の王位を手に入れ、フランク王国を統一。ダゴベルトは623年に父によって、アウストラシア王に任命された。629年に、父が死去したため、ネウストリアとブルグントの王位を継承。 イボ兄弟のカリベルト2世へは、アキタニアを与えた。カリベルト2世は632年に死去。彼の息子キルペリクは、ダゴベルトの命令により暗殺された。ダゴベルトが、アキタニア王様も継承したが、間もなくアキタニアは、太公の支配するところとなった。631年、スラブ王であるサモの軍隊と戦ったが、成果が得られず終わった。634年に、 シギベルト3世がアウストラシア文王国の王となり639年にダゴベルトが病のためサンドニ修道院で亡くなった時にクロービス2世が継承したのはネウストリアとブルグントの王位であった。セドニを称えサンドニ修道院を創立したりドイツで最も古い城とされている球場をメイアスブルクに築城した。ナンティルドとの間に以下の子女がいる。 ナンティルドとは別の女性との間に以下の子女がいる。ありがとうございます。